コードやコンガ騒動の女性声優さん、インスタを削除した模様。一体なぜ？いのりちゃんどうして？昨日久しぶりにインスタ更新して、そして今日なぜかアカウント消えたからファンが騒然としてる。また乗っ取りかよ。許せねえな。乗っ取られる事前策だろ。乗っ取られたのがトラウマになってるんだ。日本一オタクに身近な声優だったのに。せっかく消化してきたところでなぜ燃料を投入する？これ本当に良くない流れな気がする。来週5等分の花嫁イベントあるのに。そういえば公式にアナウンスあったの？初日の乗っ取りの可能性以来宣伝ツイートしかない。オタクがうるせえからだろ。これで騒いでる人は最終的にどうしてもらいたいの？声優引退すれば満足するの？分かったところで何もできないのに、それでどうしたいの？バヨ答えろよ。逃げんな。こいつとヤコンガじゃね。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。